そうね、みんなに募金を募ります。さあみんな、じゃん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 入れてって。ほのかちゃんがめっちゃうさぎになっとる。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。じゃあ早速マンション見てこう。さあハートマークはあるんだろうか。なんかそよ風さんが呼びよるけど。あ、ない、ないね。じゃあとりあえずもやもやの方から。はい、じゃあ黒影さん入るよ。どうも。1ヶ月も来てくれないなんて。お久しぶりです。そんなに、そんなに経った？自分にあだ名をつけるとしたら何でつけますか？自分にあだ名をつけるとしたら、自分って誰？私ってこと？私ってこと？何電卓さんって、計算高いってこと？そういうことじゃないかな。ビボディないな。流れ星、何それ、希少価値が高い的な。レア、ベビーフェイス、どれ、全くわからんねえけど。電卓さん、流れ星、ビボディ、ベビー、どれも違くね。流れ星にしよう。なんか綺麗。いや、こっちが聞きたいんやけど。え、こっちが聞きたいけど。で、その選択肢のそれぞれの意味が知りたいんやけど。世界が平和になりますように。いや、いいことだ、いい願いだね。はい、それじゃあカレーパンを。あー、ごめんね。カレーパンをどうぞ。いただきます。ほいほい、どうすか。お、まあまあ美味しかったようです。よかったよかった、まあまあね。はい、それじゃあ、お、定位置に戻っていきよった。あれ、台湾さんの部屋に行った、いつの間に。はい、それじゃあマリンさん入るよ。次はもう遊びたい方々がね。遊んでください。遊ぼう遊ぼう。共通点クイズ。2人の見える共通点が合っているかどうか当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。共通点クイズ第1問。第1問。ででん。え、そこの2人やったっけ。え、どうやったっけ。はい。めっちゃ他人やった。めっちゃ他人やった。え、春代さんって彼女おったっけ？おらんかったような気がする。なんか、え、おらんかったよね。お宝、トイレットペーパーをもらいました。ありがとう。うんうんうん。いい願いだ。はい、それじゃあね、フライパンで、何か料理を作っていただこうかな。あれやね、もうちょっとしたらマリンさんの季節がやってくるね。今のままの格好なら。ハロウィンが。お、隠し味。甘いの？何？デザート？何何何？ボローニャ風どら焼き、確かに甘いね。ボローニャ風、ボローニャって何？ちょっといまいち、その何、料理用語がわからないんだけど、なんなんやろ。でも聞くよね、よく聞く気はするけど。どら焼きね、あんこが苦手なんだ。あのクリームが入ってるタイプのどら焼きならいける。なんかあるやん、もちもちのやつとか。たい焼きやっけそれ。はい、カートくん入るよ。カートくん、なんかあれやね、髪の色と服と統一感があっていい感じよね。前も言った気がするけど。はい、遊ぼう遊ぼう。共通点クイズ来たー、またしても来たー。共通点クイズ第1問。第1問。停電。趣味とは友愛は好きな色が同じである。違うと思う多分。いいえ。答えはいいえでよね、違うよね。オレンジと水色。でもなんか逆っぽいけど。共通点クイズ第2問。第2問。停電。ノアとアイナは空腹である。ん、そうかな、多分、わからん。答えはないでした。お、なるほどね。いや、さっきマリンさんとかさ、別に食事与えてなかったけど、空腹ではなかったもんね。同じ生まれ好きである。違うと思う多分。答えは多分ばっかり。いいえでした。おー、でも2ヶ月違いや。イエーイ、おめでとうございます。ありがとう。一つだけあげます。それが選んでください。じゃあ中間で。お宝、だるま落としをもらいました。ありがとう。
俺の心からの親友です。心の友と書いて親友やね。なんかいろんなタイプの親友がね、あるもんね。はい、きつねうどんでもどうぞ。いただきます。ほいほい、どうすか。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。ほい、そしてゲーム中かな。はい、そよ風さん、やっとそよ風さんの出番が一番最初からね呼んでくれよったけど、遊ぼう遊ぼう。超アップクイズ、一部分が超アップで表示されたアイテムは何なのか、3つの選択肢から当てましょう。全問正解できるかな。はい、スタート。超アップクイズ第1問。これは何これ、ペペロンチーノのお皿わからんわ。あ、ダンベルやった。マジでその真ん中の部分、いや全くわからんかった。普通にわからんかった。残念でしたね。くそ、絶対お皿の部分やと思ったのに。ちお宝ティッシュをもらいました、ありがとう。このカップ可愛いですよね。うん、そうでもないですか。いやいや、そんなことないよ。やったかね、もう島のみんな可愛いからね。はい、使い捨てカメラで写真を撮ってきてくださいまし。もちろん住人の写真でお願いします。ほいほい、いってらっしゃい。どんなどんな。お、いいね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 、仲良さげだね。四つ葉を、四つ葉を二人で眺める。タイトルは大いなるあれです。大いなるあれ、大いなるあれ、なんかもうちょっと可愛い題名が良かったけど、まあ80点ぐらい。確かに完璧ではなかったです。まあね、これからこれからさらに経験を積んでね、そういうテーマもパシッと決めれるように。はい、それじゃあ次から次へと遊びたい方たちが湧いてくるはい、それじゃあ春城さん、今日何かと春城さん見かける気がする。一緒に遊びませんか。遊ぼう遊ぼう。お、超アップクイズきた。何二つずつ。第一問。第一問。ででん。これは何でしょう。ん？何これ？生牡蠣？答えは。なんとなく。はあ、よかった、合ってた。超アップクイズ第二問。第二問。ででん。これは何でしょう。何あれ？え、何あれ？韓国冷麺の上の具材。合ってたー、まさかの合ってたー。超アップクイズ最終問題。最終問題。停電。これは何でしょう。え、何？紅茶？中身？あー、ダルマ落としのそんな部分。いや、わからんわ。それはわからんわ。くそー。悔しい。また遊んでください。ぜひぜひ。お宝ティッシュをもらいました、ありがとう。遊びに来てくれるとすごく嬉しいです。定期的に遊びに来るねさっきそよ風さんのところも行ったよ。はい、お好み焼きでもどうぞ。いただきます。ほいほい。あ、やっぱり春城さん恋人おらんよね。結構美味しかったようです。お、よかったよかった。誰か好きになったりとかしないの？それか誰か紹介してくれたりとかしないんすか？しないんすか？はい、それじゃあ、ちょっとね、みんなに募金を募ります。さあみんな、じゃん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 、入れてって。ほのかちゃんがめっちゃうさぎになっとる。今日は27,100円集まりました。ありがとう。ほい、そして、朝一。今回は何かな？美味しいミックスジュースだよ。お、ミックスジュースいい。ミックスジュースは、牛乳分多めがいいです。いや、私何でもそうなんやけど、いちごオレとか、なんとかオレってやつも必ず、こう、何？牛乳分たっぷりのミルク系のやつが好きなんよね。ミックスジュースも同じくなんや。あと、サラッサラしてるのが無理、ミックスジュースは。もうなんかね、ミキサーでガーってやったのを飲むっていうのがすごい好きやけん。
サラサラはしていただきたくないわ。はい、そして今回も歌の歌詞を送ってきてくれた人がいるので紹介していきたいと思います。ってことで今回はグループで、はい、食べ物オーズで食べ物、これはるちゃんが送ってきてくれた歌だよね。はるちゃんが送ってきてくれた歌で全員食べ物の被り物をしていると。いや、まさかこんなに食べ物の被り物種類があると思わんかったけどジャンルはオペラです。いいね、このケーキの被り物気に入っとるよ。これね、かぼちゃの被り物多分だいぶ誰って感じやと思うけど、隙間から見える目で誰か当ててくださいまし。謎の人物と踊るアイルナ、この辺でわかるんじゃない、顔ね。そしておなじみのエビフライの被り物。いやーね、ちょっとした出来心で渡したエビフライの被り物こんなに長くね、視聴者さんたちからもいじってもらえるとは。はい、それじゃあメインニュース見てこうか。中止になりました。メインニュースをお伝えします。お願いします。電話台の新潟携帯電話電話会社の老舗 MII、 その名も MII やって。お、しかもあゆな型やん怖いよ怖いよ。え、でもさ、結構さ、何、なんかロボット型の携帯みたいなのなんか最近でんかったっけ、気のせいかな、なんかあったよね。世の中厳しいんこしますね。ほんとすごい。いや、私ここ最近はさ、この数年でね、その、はい、なんていう、機械的なものっていうより機械も含まれるかな、なんか医療の分野がめっちゃ進んできたなって個人的にニュースを見ててめちゃくちゃ思う。え、すごくねみたいな。将来的に人間は何歳まで生きれるんだ、死なないんじゃねって思うぐらい、なんか医療がね発達してきよるけん、まあ、それが実用化されるまでは結構時間かかるかなっていうハートマークがあったよはい、ともやくん入るよ。ともやくんのハートマークを見届けて終わりたいと思うよ。のやりちゃん、のやりちゃん相手どうやったんやろ、結局ちょっとわからんねえけど手伝うよとりあえず春城さんとは他人やったけど、相手追ったような気がするけど、まあまあ必死に行きます。それじゃあね、どこがいいかな。よし、屋上行こう。屋上、その前に着替えた方がいいですかね。なんか着替え持ってったっけ。小熊の T シャツよりはこの方がいいよ。インテリア屋さん。いや、このまま行こうもん。うん、ストライプ T シャツで行こう。それでは、勇気を出して告白してきます。いってらっしゃい。どうかな、相手おったかな。あ、でも、あ、やってきてくれた。普通にやってきてくれたよ。さあ、どうだ。どうしても付き合いたいんです。見捨てないでください見捨てないでください。どうすか。ごめん、あー、ダメだったダメだったわ。顔を上げて顔を上げて、ともやくん残念な結果に終わりました。辛いね。リベンジは、お、リベンジに行くか。よし、これでさっぱりしてこい。もう一度告白しないです。うんうんうん、いいと思うよ。それで気が済むなら、何買ってくの。あ、来てくれた、よかった。リベンジにもちゃんと来てくれる、優しい。ハンバーガー、いや、欲しがってたんかもしれんけどさ、
それで付き合ってくださいは。こちらこそ。OK した。OK したよ。てか、のやりちゃん、フリーやったんや。よかった。ハンバーガーで結ばれた恋か。どうやろう。すぐ別れそう。うまくいきました。いや、でもよかった。ねえ、逆転よ、逆転。レベルアップ。よっしゃ、リベンジしてよかったね、ともやくん。はい、それじゃあちょっと道具で。ゴルフクラブでもどうぞ。道具、ゴルフクラブをプレゼントしました。お礼にこれもあげます。ほいほい。実用品、オルゴールをもらいました。まあ、諦めなければいいことはあるというものだ。のやりの夢に僕が登場することもあるのでしょうか。もう早速浮かれてる。まあ、まだやろうけど、これから先、そういうこともあるかもしれないね。結婚まで行けばいいんだけど。どうすか？多分今気分がいいけんさ、何食べても美味しいと思うよ。ほい、ということで、ということで、まあね、カップルが一組成立したので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。最後の最後でカップル成立してよかった。リベンジ大事。